はい、どうもこんばんは、エナジーですよ。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、D リーグサイファーの凄さ、こういったことをねテーマに話していきたいと思います。で、僕はベリーグランス15年ほどやってまして、4度同意賞経験があるんですけども、というわけでですね、新年明けましておめでとうございます。はい、ということでですね、本年もエナジー TV をよろしくお願いいたします。ということでですね、相変わらず耳で楽しむダンスをねやっているわけなんですが、先日ですね、ちょっと限定公開で、D リーグサイファーですね、前回のやつが流れたわけなんですけども、サイファーって何なんですかみたいなことにね、結構なる人たち多いと思います。ましてや、例えば今シーズンから D リーグ見始めて、ダンスの知識もそこまでありませんという方がね結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、いきなりねこうムーブを繰り広げられて、なんかちょっとねショーケースとはまた違う感じでねこうやられると、これは何がどういう風に採点されてるのかみたいなことだったりとか、で実際これ何なのみたいな、そういう感覚に陥るというかね、どこがその評価としてのポイントがあるのかみたいな、そういうのがねやっぱあると思いますので、僕がねやってきた中での知識だったりとか、僕がよく見ているポイントみたいな、そういった部分もねお伝えしながらですね、D リーグサイファーを少しでもですね楽しめるように少しね解説していきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、それではね早速やっていくわけなんですけども、まずねサイファーとはっていう部分をめちゃくちゃ単刀直入にあまり知識のない方にお伝えするのであれば、即興で踊ることですっていうのがまずね結論だと思います。そんなことね分かってるわいという話だと思いますので、徐々にレベル上げていこうかなっていうふうに思うわけなんですけども、まずはその基本的な部分ね、 D リーグサイファーじゃなくて、本場門のサイファーについてちょっと簡単にね基本となる部分をお伝えしていくわけなんですけども、まずサイファーのその言葉の意味合い的には繰り返されるとかっていう意味があります。また巡ってくるというかね、元の位置にこうね戻ってくるだったりとか、そういうふうに繰り返されるっていうような意味合いがありますので、なんとなく見たことある人だったらわかると思うんですけど、なんかみんなこう繰り返しどんどんバカバカ出てって、そのなんつうの様子としてはさ、なんつうの同じことをやってるわけではないんだけど、こう客観的に見ているとこう繰り返してるようなイメージじゃないですか。それが本当に言葉のごとくになってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではね、どんな場面でサイファーっていうのを見れるのかというところなんですよね。普通にショーケースのイベントではなかなか見られないと思います。だからそうだね、タッチダンサーというか、そういうその人たちのイベントに行ってもあんまり見れないとは思います。てかほとんど見れないんじゃないかな。どちらかというと、バトルイベントに、起こり得ます。てかバトルイベントだったらもう 120% サイファーは起きます。もうそういうものなんです、ダンサーっていうのは、みたいな感じで必ずダンスバトルイベントだったら起きますので、もしサイファー本間もんの見てみたいということであれば、なんかのねバトルイベントをしっかり見に行ってみてください。で、そのね本戦が始まる前もそうですし、本戦があって休憩の DJ タイムの時にもサイファーっていうのはやってますので、ぜひねこうサークルに近づいて見てくださいっていうのがあります。若干ねちょっと雰囲気が結構怖いっちゃ怖いんですけども、そこはねちょっと思い切って中に入ってください。中に入ったからって言って別に出ろっていうわけではないのでご安心くださいみたいなね、そういったところがあります。はい、続いてはですね、基本的な部分を覚えてもらったので、次はねそのサイファーのすごさ、これをねちょっとお伝えしていこうと思います。なんかこう見てるとね、めちゃめちゃ音に合ってて、もうバッチリこれ練習してきてるやつでしょって思うかもしれないんですけども、そんなことなくて、もう全部即興ですと。だからやばいっていうのはね、もちろんあるわけなんですけども、サイファーのまず凄さというか、即興の凄さ、こういったものをね、ちょっとまず僕なりにお伝えしていくと、どんなジャンルっていうのは、ダンスじゃなくてスポーツだって勉学だってそうなんですけど、例えば芸術、アート作品だって何でもそうなんですけども、基本的にはみんな点から覚えていくんですよ。
点っていうのはもう単体で覚えていく、ダンスでとりあえず例えるとブレイキンだとね、俺ブレイキン卒業なので、まず6歩っていうフットワークの動きを覚えますと。でこれを何度も何度も繰り返して練習して、滑らかにしていくということをやるはずです。例えば勉学で言うんだったら掛け算を1から1の段から9の段まで全部言えるようになりますみたいなことですね。はい。でそうやってまず点を増やしていく。次はじゃあ3歩やってみようと。じゃあ3歩をやり方を覚えて、でゆっくりやって早くできるようになって綺麗にできるようになるみたいな、こういう感じですよね。でその点と点を覚えると、じゃあ今度6歩ができるようになって3歩ができるようになったら6歩から3歩をつなげようというような格好で、みんなその数を増やしていくんですね。まず点をどれだけ増やせるか、まずこういった作業をしていくわけですよね。で次にそのたくさんの点っていうのをつなげる作業をしていくはずです。しかも簡単なものからというか、よくやってるものからどんどんつないでいくと。例えば、1が6歩、2が、3歩で、3がチェアだったら6歩から3歩からチェアができるみたいな感じで、これで一つの流れが生み出せるわけじゃないですか。でもこれってどのジャンルでも同じだよね。サッカーだったらそのパスだったりとか、ボールをトラップするだったりとか、それを繰り返し、行ったりすることでトラップからパスができるとか、そういうようなことですよ。はい。まずでそれがすごいわけではなくて、それを繰り返し繰り返し行っていて、その点がたくさん増えてくるとですよ、ある場面で思いもしない行動をした時に、なんかあれ、この体勢もしかしたらなんだろう、ウィンドミルいけるかもしれないみたいなことが頭で考えるより先に体でどんどん動いてるんですよっていう瞬間が誰でもあるはずなんですよね。そこが即興のすごいところになると思いますが、みんな D リーグサイファーね、もちろん見たと思うんですけども、もう止まらずに動いてるでしょ。だからあれがすごいっていうのは、ものすごい数が繰り返されてるんですよ。もう今までのそのダンスのもうずっとやってきた、もう基本ダウンだったりとか、もうロックだったりとか、もう何回もトゥエル巻いてこうやってやってこうやってやってとか、ポッピンだったらもう何回もヒット打って何回もヒット打ってみたいなのをずっと繰り返して、もう何万回何億回みたいなぐらい本当に基本的な部分をやってるからこそ止まらずに動くんですよ。すごくないですか。そもそもサイファーって即興っていうか、まあそれがすごいわけですよ。なのでその即興の凄さっていうのは、点と点を繰り返し何回も覚えても考えずにできるようになってきて、さらにその形もこだわりきって、もう何だろう、自分のスタイルになったもので、そのそれを武器に適当に動いた時に、次から次へとそれがピュン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 ってこうつながっていく、これがすごいんですよっていうのをまずお伝えしたいということですね。これが即興の凄さ。はい。だからダンサーっていうのは、まあ、めちゃくちゃ練習されてるし、まあ、そこで踊る人たちっていうのは基本的な部分を本当に何万回何億回と、繰り返してやってきているよっていうことですね。まあ、要は数をこなしてるっていうことなんですね。はい。続いてさらにすごいのが、曲を知ってる数が圧倒的に多い、まあ、こういったところだと思います。おそらくね、これもバトルをね、やっぱやるダンサーにやっぱ多いことなんですけども、やっぱりこう盛り上がる曲だったりとか流行りだったりとかっていうのはあったりするんですけども、バトルしてる人ほどやっぱ曲めっちゃ覚えてるね。曲名を覚えてなかったとしても、バトルでかかる曲とか、まあなんかそういうのはもう完璧に覚えてるっていうのがやっぱあるかな。だからみんなこうすごいさ、音ハメしてる感じあるじゃないですか。あれっていうのは、あの半分は知ってるんですよ、曲を。まあそうだね、まあ表現するならそう、半分は DJ の持ってる曲をもう記憶してるっていうことです。この DJ 何持ってくるかなっていう予想をしてるわけじゃなくて、どんな DJ が流したとしてもある程度の曲をもう知っている状態。バカすごくないですか、それって。曲の記憶力なのか体の記憶力なのか分かんないんだけど、しかもね、何がすごいかというと、
ちゃんとここで音ハメが来るなとかっていうその歌詞の流れだったりとか音自体の流れ自体ももう覚えちゃってる。それがやばいんだよね。だからさっきは即興で踊る凄さっていうのが、ちょっと伝えたと思うんだけど、それよりも、それよりも先に要するに音楽をかなり記憶しているということなんですね。なので、あ、これ来たなって、だから先行を取る人とかって、なんだろう、もう自分が得意な曲来たなと思ったらもうパッと出てって、もう踊り切ってさっとこう帰っていくみたいな、なんかそういうね、先行後行の取り合いだったりとか、そういうのもあったりとか、あともっと面白いのが、ほんまもんのねサイファーっていうのはやっぱり相手も曲知ってますから、相手も曲知ってるから、だからその音ハメされたくない部分、ここで音ハメ決まっちゃったらもうガチで流れ変えられちゃうみたいな時があるんですよ。そしたらそこまで踊り切っちゃうんですよ。本当にこれはもう戦略とか、まじそういうことなんです。ちゃんとやべ、これ中途半端なところで終わったなっていう時ほど、なんか思いっきり音ハメのところ相手にあげちゃって、なんかめちゃめちゃ沸かされて、その負けるとかっていうのも結構あるんで、ちゃんと曲を覚えている、なおかつその相手とのやり取りの中でそうやって渡さないみたいな、そういうことも全然ありますよっていうのが即興の世界の中ではあります。でさらにね、もう一個、そのダンスサイファー自体の凄さというか即興の凄さの中の一つのあれとして、逆算してるんですよ、ダンサーって。これすごくないですか？わかりますかね、逆算ってどういうことって思うんじゃないですか。さっき言ったこの即興でまず踊れるっていう前提と、まず半分以上の曲を大体みんな知っているっていうね、こと、これが合わさると何になるかっていうと、そのカウントと、例えばここで音が来るなっていうのを逆算しながら、なんかその動きがどんどんそこに合わさっていくんですよ。要は最後ブレイキンだったら、その4-8先に音ハメが来るっていう風に覚えてるというか状態で体を動かしていくんですよ。そしたら自分のムーブをその4-8目にこう合わせながら、あ、今1-2-3-4-5の選択肢の中で、2もいけるけど5の方が適切だなみたいな感じで動きながらそれをピックしていって、で最後の4-8目の音ハメのところでフリーズで合わせに行くっていう、マジでえぐいことするんですよ。だからそう、すごいやばくないですかそれって。多分ダンスならではなのかな。フリースタイルのラップではなかなか見られないかな、そういうことって思う。ラップにはラップの凄さっていうのはもちろんあるんですけど、ダンスにはダンスの凄さっていうのがあって、やっぱりこう勢い的なものだったりとか、分かりやすい部分で分かりやすくはめていくっていうのは、その玄人だけじゃなくて、その見てる素人の人だってガンと沸かせる力があるので、その凄さっていうのを逆算してもうある程度動いているっていうのがマジでえぐいなっていうふうに思います。特にこう上手な人だと、もう今はね卒業しちゃってるんですけど、一世君というのはその最たるものなんじゃないかなっていうふうに思います。結構曲、バトルにたくさん出てるから、曲もねある程度知ってたりもすると思うし、どっちかというと一世君はこう曲の節目節目にこう合わせに行ったりするのかなっていうのは結構、ありますかね。だけどそのパワームーブとかって、あんだけグワングワン回ってんのにどうやって音を聞いてんのとかって思うじゃないですか。聞いてるんすよ。回りながらがっつり聞いてる。だからね、一世君の動き見てて、あんまり音外すことをなくないですかっていう感じ。しっかりね、月君とかもすごいね、その辺はね、バッチリこう逆算して動いてるなっていうのは、感じる。他のダンサーもいっぱいあるんだけど、強いて分かりやすく説明するなら、その2人だったりとか、あと翔星君とかもね、すごいかなっていうふうに思います。これが、サイファー即興の凄さなのかなっていうふうに思いますと。はい、続いてはですね、どういう点がこうポイントになるのか。さっきはね、その即興自体の凄さについてちょっとお伝えさせていただいたんですが、
サイファーというか、まあ、ちょっとバトルチックなんですね。もうサイファーっていうのはなんでかっていうと、相手の動きに対してどうやって見せていくかみたいなものを即興で考えてやっていくので、じゃあそれをねこうやる上で、まあそのなんだろう、見てるジャッジたちは何を、見るのかと、まあ、いうことなわけなんですけども、これはねやっぱいくつか、まあ、通常のベースはねやっぱり音に合ってるかだったりとか、そのスキルだったりとか、これベースになる部分があると思うんですよ。もう基本的な採点基準みたいなところは、まあ、D リーグやってるともう同じにあると思うんですね。でそれ以外で考えた時はやっぱりサイファーの一番の特徴なんですけども、相手のムーブをやりつつもさらにそれの上をいくムーブを見せられるか、これがやっぱり即興の凄さであり、サイファーだったりとか、なんだろう、お前よりもすごいしみたいな、そこのなんだろう、見せ合いがめっちゃ面白いところだと思います。ちょっと具体性がないんですけども、例えばブレイキンで例えるんだったら、まあ6歩っていう動きを見せてきました、で次に3歩っていう動きを見せてきました、で最後にチェアっていう動きを見せてきました、はい。まあ、こういう動きでね A 君が終わったとします。そしたら B 君は次になんですよ、6歩をやって3歩をやって次1歩をやってチェアーして3点倒立して倒立してマックス決まった時に音にバコンはまりました、もうこれ完全返しちゃいましたよねみたいなことで、要はこう相手の動きに対するアンサーをちゃんとできるかどうかっていうのが、まあ、すごいこう盛り上げる大切な部分になってくると思います。フルシカとするのもまあなくはないんですけども、分かりやすくやっぱり相手を上回れているかどうかを表現するには、まあ、そこが結構大事になってくる、そのレベルがくっそ高くなってくるわけですよね。例えば小生くんが出た後にじゃあツッキーくん出たらどうなんのみたいな、すごくないですかそのやり合い。小生くんってめちゃめちゃエアーとかトーマスとかダブルエリオとかってやるじゃないですか。でもツッキーくんもそれできるわけですよね。じゃあそれどうやって見せていくのかと、音の場面で見せていくのか、できる技をいつ見せるのか、そのどのタイミングで表現していくのかも大事なんで、そのなんていうのかな、単純にダンスのスキルだけではなくて、そのいつのタイミングにどうやって出して、さらにその相手がやってきたことは基本的には俺もできるぜっていうのをどこでどうやって見せてくるか、これがやっぱりそのサイファーのすごさっていうかなんだと思います。だからなんだろう、前の D リーグサイファーでちょうどね俺すげえ好きなシーンがあって、カレンさんからの、カリンさんからのええー、なーっていうね、そのくだりがあるんですよこれマジ見てもらえればわかります。カレンさんがちょうどそのワックみたいなね感じでいい感じの音で入ってくるわけですよ。でそれに対して次もうカリンさんが出てくるわけですね。でもこれはある程度仕込まれてたみたいな、仕込まれてたっていうかその順番はある程度こう決まってたみたいなんですけど、まあ俺はなんかもうそうじゃなかったとしても、もうなんていうの、カレンさんがワックで出てきてあの感じの曲だったらもうカリンさんうずうずしてんじゃねえかなみたいなまあそういうふうに思ってたわけなんですけど、まあそういうことでね、まあそういうなんだろう、ワックできたらワックでさらにやばいの見せちゃうよみたいなからのエナさんはそのワックじゃないんだけど、このロッキングでアームのその凄さだったりとか、さらにリズムの取り方、私の方がやばいでしょみたいな感じで見せてくる、そのかぶせ合いっていうのかなが大事なんで、でそのなんだろう、音をこう渡さないとかっていうことだったりとか、そういうこともめっちゃ大事になってくる。さっきの逆算のね話じゃないんだけど、音を渡さないように、まあ、D リーグサイファーは1人何秒かって決まってるっていうか何 A とかって決まってるので、その音を渡さないなんてことができないとは思うんですけども、まあ、そんな感じ、そのサイファーの凄さを見せつけるというか、どこで評価されるかっていうのは基本的にはやっぱり相手の動きを上回る、その上回り方がどういう音に合わせているのかだったり、どういう見せ方
だったりするのか、例えばヘッドスピンを見せてきてピッとドリルして終わるんだったら、まあ、例えばヘッドスピンでルービックって言ってキュッキュッキュッって途中でねこう止めたりとかしてドリルしてバチンと決めるみたいな感じの盛り上げ方っていうのがすごい。だから相手の動きは基本できると、それすごくないですか。だからダンサーは横にも広く、そしてその縦にもその鋭いスキルを持っているっていうところをいかに自由に使いこなせるか、まあ、そういったところがその評価ポイントになるので、そのなんだろう D リーグサイファー見てて、なんかこういうさっきみたいなそのカレンさんからのカリンさんからのエナさんが出た時のなんかこうかぶせてる感じっていうの、あのこうやり合ってるお互いのジャンルでこう違ういいところを見せつけ合ってるみたいな、なんかそういうことの部分が重なると、うわこれ評価高いというか、でどこで評価してるかみたいな、そんな感じの、ポイントになってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、サイファーの凄さだったりとか評価基準っていうのはそういう部分が重視されるかなっていうふうに思います。はい、それではね最後になんですけども、じゃあ D リーグでじゃあどのチームがそのサイファーって有利そうなのかっていうことを語っていこうと思うわけなんですけども、これはねもう出てます。基本的にもう結論としてオールドスクールジャンルが多いチーム、まあ、これも絶対強い、まず間違いない。まあ、理由はね簡単で、このオールドスクールって言われるですね、ロックダンス、ポップダンス、ブレイキン、まあ、この3つっていうのはそもそもバトル文化を持っています。はい、でバトルってもう全部即興なんですよ基本的に。はい、あの考えてきたことをもう出すわけじゃない、その考えてきたことを出すとこうやってやられちゃいますみたいなこうやってこうやってこうやってやられちゃいますよみたいなね感じで、お勉強しに来てる、お勉強したものを見せに来てるわけじゃないんですよっていうふうにね言われちゃいますみたいなそんな感じになっちゃうんで、なんだろう、その常にフィーリングで相手よりそのすごいムーブを見せられますよっていうのが基本的なところにあるので、まあ、そういうジャンルがね多いチームはあると。でなんだろう、逆に不利なチームっていうのはそのジャンルに、そぐわないというか人たちっていうのは結構大変なんじゃないかなっていうふうに思います。例えばまあ名前出しだとメディカルコンシェルジュアイムーンとかは結構なかなかの苦戦というか、これどういうふうに見せてくんだろうみたいな感じになると思う。まあ、ただ D リーグサイファーっていうのはちょっとこうなんていうの、ある程度こうシナリオが決まってるというんですか、例えば何 A と踊るとか2人のルーティーンをこういう風に見せるとかっていう感じで、何 A と2人のルーティーンを踊るって、まあ、それも考えられたものを見せてくるんで、だから半分以下即興になるかな、になるので、まあ、完璧な即興じゃないところは助かってるところではあると思うんですけども、ただワンオンワンに関してはまあ違うかなっていう風に思います。やっぱジャズでね即興ってまあまああんまないと思うんですよ。まあ、あると思いますよ、あると思いますけど、まあ主でやることではないとは思うんですよね。なのでちょっとアイムーンはきつそうかなっていうのがあったり、あとニュースクールのヒップホップっていうのもやっぱりこうバトル文化というよりかはみんなで合わせていくっていうタイプなので、結構角川だったりとか人によりますけどね、まあ若干多いので、まあ、ちょっと不利になることもあるかなっていうふうに思います。じゃあ一方で強いチームどこなんだっていうところなんですけど、まあ、バリューエンスインフィニティーズめっちゃ強いまあヒップホップの中でもねオールドスクールというか、まあ、80年代クラシックヒップホップって言われる部分はまあこれすごい強いんですよね。まあ要するに何だろう、カドカードリームズが、まあ、ウエストサイド、まあ、50セントだったとしたらそのバリューエンスインフィニティーズっていうのはこうナスだったりとか KRS-1 だったりとか、まあ、ピートロックビートナッツみたいな、なんかそういう類の、ヒップホップをなんだろうメインとしてやる人たち、こう結構分かりやすい例だと思うんだけどねまあそんなことだと思いますが、そういう古いジャンルのヒップホップを持ってる人たちは強いです。あとはコーセイトロックスだよね、ブレイキンで、サイバーエージェントレジット、ポッパーロッカーいますよねっていうこと、あとねディップバトルズは強いと思うよ、今回のディップは超強そうなイメージあります。あともう一個やばそうなのはあの DYM メッセンジャーズ、ここいっちゃんやばいんじゃないかなっていう気がしてます。まあ若干ねルーティーンでこう見せるっていうタッグのねタッグだったりトリオがあったりするんで、まあ、そこら辺がちょっとまあ
まあ、若干ねその D リーグサイファーっていうものになってるから、本当のサイファーではないところがあるから、まあ、どういう風になるかなとは思うんだけど、まあでも強いは間違いないと思います。まあ、そういったチーム、まあ個々ね単体では面白そう、セプテニラプチャーズだったらみゆちゃんだったりとか、ゆうやくんだったりとか、セガサミーとかだったらやっぱりキャンドゥさんめちゃめちゃうまいからねっていう話で、まあ、個人単体で見たら超すごい人、いっぱいいます。あとモノリスもね、まあモノリス結構ヒカリさんとか、リンナさんとかフェムとかね、ボーグのフェムっていうのは結構バトル文化がやっぱあったりとかするので、まあ、そういったところの部分だったりとかは個々単体で見るといるんですけどね、サツキくんとかねめっちゃうまいし、まあ、そんな感じなんですが、チームとして有利なのはさっき挙げた5チームとかはある程度有利。まああとね、まあクランプがどう評価する、まあなんか前回あんまり評価してくれてないよ。クランプ好きなんだけどね、クランプがやっぱりそのバトルとしてはやっぱり最適、もうなんかもうむき出しのなんつうのエナジー爆発みたいな、やっぱああいうのもすごい、もう即興で作られた踊りじゃないですか。もうだから、フルキャストレイザーズも本来はめちゃめちゃ強い、ただなんかその、まあ、D リーグサイファーとしての評価のされ方っていうのがどうなのかなっていうのがちょっとあるんで、まああれかなっていうのはありますね。まあ、そんな感じで今回は紹介させていただいたわけなんですけどもね、皆さんもどうですか、このねサイファー D リーガーがねああやってさーっと踊ってますけども、それぐらいすごいねことを繰り広げているということであり、まあ、そういうところが評価のね、争点になっているというところは知ってもらえると、まあ、よりね少し楽しかったりとか理解しながら見れると、まあ、ちょっとなんかああこれがなんか言ってたことかみたいなね、ことで楽しめるんじゃないかなというふうに思いますので、今日はお話しさせていただきました。はい、今回の動画が良ければグッドボタン、悪くてもグッドボタン、チャンネル登録やコメントご要望などもお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。